お疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回はね、奈美さんの方から送られてきた潜在意識の動画とは別のテーマで、1月はこれをやって稼げってことをね、お話していこうと思います。まあ今も私もね、やらせていただいてるんですけども、こういったね、1月はね、住宅メーカー、ハウスメーカーさんからこう来場特典とかっていうのでね、まあ視聴者の方とか、それから一般消費者の方に家のことを考えてみませんか、とりあえずうちの会社に来てみてくださいっていうような案内状が多分来ていると思うんですよ。特に1月は新春大売り出しという感じでね、本当に楽しいイベント満載で、そうですね、昔の縁日みたいな感じでやってくれてます。さすがね、ハウスメーカーさんだなと。ものすごいコストをかけてキッチンカーを呼んでね、敵屋さんみたいなこう盛り上がりにして、で子供たちが楽しめるような、家族で来ても大丈夫みたいなね、託児所を設けてるところもありますからね。でそのぐらいもうフルスイングで来てますね、1月これやみたいな感じで。で今年はね、やっぱり目玉としては、タマホームさんが昨年の秋あたりからね、ご来場者記念ということで2万円分のクオカードプレゼントとかやってるんですよ。でそれを当然他のハウスメーカーさんもご存知ですから、やっぱりね、それに合わせて2万円のクオカードをうちでもプレゼントしますよ、うちはまあ1万円ですけども頑張りますよみたいな感じで、ものすごくね、クオカードラッシュになってますね。まあ、ですんで、1日に、まあ、余裕を持って2件、もしキツキツでもいいよっていうんだったら4件もありますね。午前中2件、午後2件という感じですか。まあそれ以上はね、さすがにもうおすすめしませんけども、移動時間とかがあって、結構ね、予定時間につかなくなってはいけないんでね。まあですんで、余裕を持って午前1件午後1件みたいな感じで、回っていけばね、十分、2万円とか3万円とかっていう風なね、受け取りにはなるんじゃないかなと。まあでもね、クオカード目当てじゃなくてもむちゃくちゃね、勉強になりますし、今までそんなに考えていなかった方も、家っていいもんだなっていう風に思うと思います。で特にね、私の体験も込みで申し上げますけども、私もね、家を建てる、その家を建てるっていうかね、一戸建てを購入すると決める前まではもう一生そういうことはないだろうなと思ってました。特に私はね、全然金なしで住宅ローン組んだみたいな借金を抱えていたまま40に突入しましたからね。で当然、結婚相手もいませんでしたから、まあ、そうなってきた時にビジネスでぐっとね、人生が変わって、結婚相手もできて、お金もあってってことなんで、一気に人生変わったわけですよ。それが10年ほど前ですから。だからね、私が一戸建てを今持ってるっていうのがね、本当奇跡みたいなもんなんですけども、この奇跡っていうのはビジネスをやってる限り起こるんですよ、ですんで、その起爆剤として家のことを真面目に考えていって、やっぱ家っていいなと、親のためにもちょっと家を買って安心させようかなってものをビジネスのモチベーションにしていくっていうのもいいんじゃないかなと思います。とりあえずハウスメーカーさんに行ってみてくださいというお話でございました。はい、それではね、動画概要欄に参考動画を2つ付けておきますので、よろしかったらそちらもご覧ください。住宅メーカーさん、ハウスメーカーさんに行くとこんなにいいことがあるよっていう、そんな2本の動画になってます。それでは。